ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。あ、ごめんなさい。もう一回やりましょうか。すみません、はいはい、新年もう一回やりましょうか。すみません。新年明けましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願いします。はい、今日はこちら、うん、ドン・リチャード・リソさんの自分を変える本、うん、からちょっとお話をしたいんですけども、うん、あのよくエニアグラムの本、うんうん、本チェックをアマゾンでしてるんですね、うん、でリソさん、うん、ドン・リチャード・リソさんの本、うん、何を書いたかっていう中で、うん、自分を変える本っていうのが、うんうんうん、エニアグラムっていうとこではなく、うん、ドン・リチャード・リソさんが何を書いたかで探したところ、うんうんうん、自分を変える本っていうのを書いてると思って探していたら、うんうんうん、あった、うんうん、でまあもちろんこれがね、うん、1994年の本なので、うんうん、まあ、新しい本があるわけじゃあるわけないんです、うんうんうん、でまあアマゾンの中古で大体、うん、探してたところ6000以上のものしかなかった、うんうんうん、あ、たっけえなーと思って、うんうんうん、思っていたところたまたま見た時に1600円ってのがあったんですね。で、あの量、うん、いい評価としては、うんうん、あのちょっと背に傷があるけど、うんうん、読むのに損傷ありません、うんうん、って書いてあったから、うん、来たと思って、うん、すぐに購入ですよ、うん、としたところ、うん、出ました。落書きびっしり、うん、落書きびっしりあの、うん、アランの幸福論にもあった、うんうん、落書きがびっしりしてあった、うんうん、でなんだよ落書き本かよと思っていたところ違ったんですよ、うんうん、あの、うん、びっくり。ドン・リチャード・リソさんと、うん、ラス・ハドソンっていう、うん、ラスさんとリソさんがサインがしてあるなんだこれはって、うん、お宝本、お宝本、実はお宝本だった、うんうん、サイン本ですと、うん、リソさんとラス・ハドソンさんのサインがしてある、うん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 、で見ると、うん、あのいろいろ書き込んであるんですね、うん、でその書き込みというのが、うん、例えばこのエニアグラムのマークの中でですね、うん、あのタイプ5はこういう人間だとかっていうのがバーって書き込んである、うんうん、でちょっとことさら大きく書いてあったのが、うん、黄金の法則、うんうん、鉛の法則っていうのが書いてあって、うんうん、黄金の法則っていうのは、うん、自分のやってほしいことをやる、うんうん、で鉛の法則っていうのは、うん、自分がやってほしくないことを人にする、うんうんうん、これあのよく我々の中でも、あの、と健全度が低い時は人に自分がやられたくないことをやると結局それは自分に返ってきてどんどん健全度が下がる、この負のスパイラル、これ鉛の法則っていうのが書いてある。あ、これで多分これは察するにリソさんとラス・ハドソンさんが来日した時に多分ワークショップ的なものがあって、そう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 、リソさんがそれを言ったんだなと、うん、それをメモった、でそれをメモしたものだ、うんうん、何これ、あのこういう落書きした本のことを痕跡本っていうらしいんですね、うんうん、なんでそれが昔ちょっと流行った時もあった、うん、痕跡本として、うんうんうん、で僕はこのアランの時になんだよ落書きかよって、うんうん、赤線が引いてあるじゃねえか、うん、でその赤線を見ると、うん、いい実は良かった、うん、まあ、他の人がいいって思ったところに線引いてあります、ね、読みやすいと思って、うん、でこれもあお宝じゃんって初め落書きかよと思ったけど、うんうん、あドン・リチャード・リソさんとラスさんがそれをみんなエニアグラムを愛する人たちに、うんうん、ワークショップで言ったことだって考えると、この1年の始まりにあたってこの黄金の法則、うん、鉛の法則っていうのは覚えておいたこと、あの、うん、なんて言うんだろう、心に刻んでおくこととしていいことかなと思って、うんうん、こんな話をと、はい、であとはその教えてくれるものとして、うんうん、変身の3つのキーと書いてあって、うんうん、その3つのキーを理解すると、うん、囚われからの解放です、うん、って書いてある、うん、で1番事実の認識、うん、1番正直であること、うん、1番
現実をあるがまま受け入れること、うん、であとはまあ健康って書いてあります、うん、この人の意見ですかね、うん、と書いてあって、うん、まあそのそれが難しいんですけどね、まあ、事実の認識正直現実をありのまま受け止めるっていうことが、うん、意識しましょうみたいなことじゃないですか。そうですね、うん、はい。で、うん、この自分を変える本、うん、よくあの、うん、我々の動画でも、うん、タイプ別ワークとしてタイプ別に響く言葉みたいなアファメーション的なことをやったんですけども、こちら自分を変える本、あの共通の格言っていうのがあるんですね。全エニアグラムのタイプに対して共通の格言があってですね、そこであの私たちの行動のいくつかを思い出す、正しい行動のいくつかを思い出させてくれるっていうものがあるので、これをね今日ちょっと紹介したいと思います、はい、でそこでいつもこれ私が読むところなんですけども、うんうん、すみません、ここはねもう1年の始まりですから、はいはいはい、隊長にと隊長自らすいませんちょっと戦場に立たせてしまって、いやいやいや、ちょっと目がないですかね、老眼なるほど、これいいですか。そうですね、共通の格言、はい、共通の格言、共通の格言、はい、これからはより良い人生を生きることを選びます。アファメーションですね。アファメーションですね。はい。まあ、2、私はあらゆる人やものから学びます。3、私は人生がもたらす困難を成長のために活用します。4、今日という貴重な日を私は人生最後の日であるかのように生きます。5、私は人として機能しており、生産的であることを選び取ります。6、私は自分自身に敬意を払い、身体についてもちゃんと気遣います。7、私の身体のあらゆる部分は健康であり、エネルギーに満ちています。8、喜びに満ちた豊かな人生を送ることは私に備わった将来の権利です。9、私は素直に自分自身を見守ります。10、自分自身の中心を定め、自分自身により深い価値を呼び起こすために、私は毎日瞑想し、あるいは祈ります。11、私は自分自身を愛し、自分にとって本当に善あることだけを行います。12、たとえ恐れを持っていても、私には勇気があります。13、私は世の中にとって有意義な存在です。14、私は自分の尊厳を保つとともに、他人の人たちの尊厳にも敬意を払います。15、私の言葉と行為は他人の人たちを支え、育むためのみ用いられます。16、私は自分の庇護のもとにある人や物事を育むことに専心します。17、私を不当に扱った人々を私は許します。18、私の犯した過ちに対して私は許しを求めます。19、私は両親をありのまま受け入れ、彼らの犯した過ちを非難しません。20、私は否定的な思考、言葉、行動の一切を捨て去ります。21、私は過去にとらわれず、現在に対して心を開きます。22、今、ここにおいてすべてよし。23、私がこうして存在するということは奇跡です。24、自分の中に工事の力により近づけてくれるような願望にのみ基づいて私は行動します。25、私は神の恩寵とともに生きています。はい。なるほど。いかがでしたでしょうか。初めてどこに目をやればいいんだろうって読まれてる時の隊長の気持ちが分かりました。隊長いつもどこ見てんだこいつとかって思いながらやってたので。ずっとあそこ見てなきゃ。なるほど。ね、気持ちが初めて分かりました。はい、でも、ちょっとゾゾッとしましたね。うん、たどたどしいながらも失礼ですよね、ごめんなさい、お前はどうなんだってさ。で
だからちょっとやっぱ、うん、それでもゾッとしたのが、うん、なんか今ここにおいて全てよし、うんうん、なんかこんなにも覚えきれないじゃないですか、うんうん、だとやっぱ今ここにおいて全てよしっていうのは、うんうん、とても何て言うんだろう、うん、何か自分が行動するたびに、うんうん、今ここにおいて全てよしか、うん、っていうなんか自分への問いかけとして、うんうん、今君がやってる行動は、うん、やりたい君かなりたい君か、うん、っていう言葉として僕はなんか、うん、あいいなってちょっとゾゾッとしましたもんね、うん、まあ、でもそこにゾゾッとするのが6っぽい気もしますよね。あというのはなんかタイプによっていろいろゾゾッとする部分違うんじゃないかな。あ違うかもしれない、うん、はい、で私は今ここにおいて全てよしっていうのは、うん、自分に対してもそうだし、うん、まあ何て言うんだろう現象面もそうやって受け止めろよっていう意味で今ここにおいて全てよしがいいなって、うんうん、ナイスリソさんって思いました。 今ここそうですね、はい、ですよね。でもなかなかこれ全部を覚えるのは難しいですよね。難しいんで、まあ、動画をこう聞いていただければあとその前後の前後の私たちのあのがいらないです。ダバナシだとカットだとまあ、うん、あの一人さんのついてるついてるじゃないですけど、うんうん、体調のそこだけの動画をちょっと拙い部分に用意して拙いですけど、はい、M8 睡眠用動画リピートしてで、まあ、ちょっと悔しいので、うん、もしかリクエストがあれば、うん、あの二刀平編も、うん、でまあ悪ノリでヨッコさんもヨッコさんも呼んでいただければリソさんが言ってるよってヨッコさん呼んでって呼んでヨッコさんバージョンもなんか、うん、販売できればね販売できれば売るんかいってヨッコさんすいませんお正月早々すいません、ね、はい、はい、というところで、うん、あのなんかエニアグラムを知らない人でも、うん、まあこの今の格言、うんうん、正しいと思いますけどね。そうですよね、うん、あのなんか正しい行動のいくつかを思い出すためのワードとして、うんうん、なんか普通の人に対しても全然響くんじゃないかなって、うんうん、普通になっていいことじゃないですか。そう気をつけておいた方が全然、うん、はいというのは思いました。思いましたね、うん、はい、というところで、はい、なんかお正月早々、うん、なんかわちゃわちゃと してしまいましたけども、はい、あとちょっと言いたいのは、うん、エニアグラムの本、うん、結構あの中古が、うんうん、中古は出てるんですけども、うん、なんか若干その古いエニアグラムの本、うんうんうん、面白いなって思ってます今。あこういうあの痕跡本的にも痕跡本、はい、これはちょっと買ってよかった、うん、高いの買わなくてよかった、うんうん、逆に、ね、逆によかったと思って、うん、これを買ったからこそ買ったからこそリソさんの話があの黄金の法則鉛の法則、うんうんうん、とリソさんの格言、うん、でまたちょっとこの本も、うん、おいおい紹介できればと思ってます、うん、はい、はい、というところであの本年も何卒 M8 翔太よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、あの皆さんも一緒にね、うん、なんか勝手にあすみませんなんか参加型だと思ってるんです、ね、参加型でいけるといいなって、はい、いろんな方に出ていただいたりとか、うんうん、でまあその出るのが抵抗ある人はまあコメントとか、はい、うん、あの本当にライブ配信私よく今でも見返すんですね、うん、自分で、うん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 、チャット欄が面白いですね、はい、と思っているので、うん、あの全然もうその場で無茶ぶりでも何でもいいですしあの出ていただいて無茶ぶりに答えたいでもいいですし、ね、答える側でもいいですし、ね、はい、うん、あの一緒に、はい、あの遊べればと思ってます、はいはい、本年も1年よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。